てがこんなに辛いのかといつも思ってた。周りの人ばかり幸せそうに見えた。だけど君と話したら少しだけだけど気が楽になった。似たようなことを打ち明けてくれたからかな。顔の見えない現実が時に怪物のように、僕らの心橋をつぶそうと押し寄せてくるけれど、出会えてよかったと心から言える。人が少しずつ増えてく、そのぬくもりを噛みしめながら支え合ったり、靴をぶつけ合ったり、一人じゃたどり着けない場所に僕らは今きっと思う。Thank you.